坂下町3丁目の皆さん、こんにちは。日頃大変お世話になっております。川口市議会議員、日本共産党の金子幸寛です。今皆さんテレビや新聞などで自民党の総裁選、立憲民主党の代表選、こうした様子が報道されています。自民党の裏金問題など、いい加減自民党ではダメだと思ってはいるとは思いますが、そうした自民党でも選挙となれば新しい自民党生まれ変わります。このようにして選挙を戦うわけです。でも皆さん、どの政党も自民党の政治を変える、自民党のままではダメだと言っても、どこの中身を変えなければ政治が変わらないか、ここが重要な問題です。自民党の政治の特徴が2つありまして、結局ここにメスを入れなければいくら自民党政治変える、新しい政治に変えると言っても変わりません。この2つの特徴というのは、あまりにも自民党政治アメリカの言いなり、そしてもう一つはあまりにも財界を優遇しすぎ、この2つがこの国の2つの歪みとなっているわけです。ここにメスを入れられるかどうかが改革の鍵となります。例えば沖縄の米軍基地の問題や、日本の食料がアメリカに農産物を依存していることなど、ここには日米安保条約があります。日本国憲法の上に日米安保条約があるから、自衛隊の存在が、自主防衛とされてきた自衛隊が海外で武力行使する、そして沖縄の米軍基地、それどころか首都東京にまで米軍基地がある状態、これが戦後ずっと続いている。こうしたことは日米安保条約を絶対視している政党では改革できません。しかし日本の政党を見ても、この日米安保条約を廃棄してそこから抜け出して自主独立を掲げているのは日本共産党しかありません。もう一つの歪み、財界優遇、これはどうでしょうか。自民党はまさしく政治献金、企業献金、これを財界大企業から受け、その財界大企業の利益になる政治をしています。今問題になっているマイナ保険証、紙の保険証がなくなってしまいます。こうしたことも国民がやってくれと言ってそうしているのではなく、まさに財界のこの意向を受けた自民党政治が強行していることです。そして一方の野党はどうでしょうか。財界と喧嘩をしているようで、実は手をつないで労使協調路線を貫いてきたのも野党の弱点です。あの連合、全国700万組合員とされているこの労働組合の会長は、とにかく口を開けば共産党はダメ、こんなことを言っています。つまり財界優遇と本気で戦う政党はダメだと、この連合の会長は言っているからです。それはつまり財界と労働者が戦うのではなく常に協調する、こうしたことを画策してきた労働組合のトップであるからこそ、こうした発言が出てくるのではないでしょうか。きちんと国民労働者の立場に立つ、そうでなければ暮らしは守れません。こうした日米安保条約会、そして財界優遇にメスを入れる、こうした2つを国民の大多数の大同団結で実現しようと綱領に掲げているのが日本共産党なんです。ですから今の社会で既得権益を得ているようなこうした勢力は、一生懸命国民と共産党が
離れ離れになることを望んでいます。しかしどうでしょうか。私にしても2006年から鳩ヶ谷の市議会議員、そして2011年からはこの川口の市議会議員しておりますが、本当に地域の皆さんの力でこの勝ち抜くことができております。日本共産党の得票というのは地方選挙でも全国の票でも党員の数十倍、赤旗読者の数倍、まさに圧倒的多くは党員でない方、赤旗読者でない方が毎回毎回の選挙で日本共産党、そして日本共産党の候補に支えていただいている。これだけ国民多数の大同団結への道、私たち日本共産党を目指していますが、まさにここに展望がある証拠ではないでしょうか。日本共産党はこのように道理を貫く立場を示し、国民の圧倒的多数の利益に立つ政治、これを皆さんと一歩一歩進めてまいります。そうしてこそ本当に自民党政治を変える力となり、私たちが払う税金、これが私たちの安心のために使われる当たり前の政治に切り替えていくことできます。大改革は日本共産党と一緒にしていきましょう。私たち日本共産党は全国でも、そしてこの地方政治でも、こうした皆さんの利益を訴えるだけでなく現実のものにする力を持っています。どうぞ皆さん力を合わせ、私たち日本共産党と一緒に今度の政治大きく変えていこうじゃありませんか。最後に皆さん、昨日水道料金の値上げの問題、このシンポジウムがありました。もちろん水道料金の請求書、川口市から来ます。そしてその大元となっている県水、この値上げを画策しているのは埼玉県でもあります。しかしこの問題、どこに原因があるか。そもそも日本ではこの水道事業を独立採算、つまり商売の金儲けの道具にしてしまっている。ここにどん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 水道料金が値上がる仕組みがあるんです。つまり支出が増えれば水道料金を上げることで収入を増やす、こうした仕組みがある限り、この水道料金どん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 値上げとなってしまうんです。私たち日本共産党はそもそもこうした水水道事業は独立採算に一番馴染まない分野だと訴えております。水の問題はまさに今度の国政選挙の問題でもあるんです。大きくこの問題を提起して、水道料金のあり方、水道事業のあり方も本来の国民の富として利益の道具ではなく国民みんなの水だと、この立場を貫いてまいりましょう。どうぞ皆さん、こうした提案、日本共産党と一緒に実現をしていこうではありませんか。以上でこの場からの鳩ヶ谷選出の川口市議会議員、日本共産党金子幸博からの訴えといたします。ご協力ご清聴本当にありがとうございました。